対して4番の小柳選手が落ちたや対応したときは、ええ、サポートしたところ決まった。先制ゴールは15番の島田、利き足と左足で決めました。いいところにボールがこぼれましたね、うん、いい感じでマーク外れましたよね、島田選手ね、前半30分、さあリプレイです。リスタートからでした。ここはキープしましたね。これね、最初のコントロールが多分ミス だと思うんですよ。ここはミスなんですね。で、だけど結果的にこれがうまく外れることになりましたよね。金沢のディフェンスはそれに対応しきれなかったっていう形でしょうね。平松がいいポストプレーを見せました、うん、いいワンタッチのポストプレーでしたね、はい。